ました、皆さんいかがお過ごしでしょうか、今日もお届けしておりますシンガーソングライターの小山純一です。よろしくお願いします。19曲目書いております。もっともっと前に進みたい、素敵な本当に作品を作ってみんなと一緒に感動したい、その思いで、一心でやってます。本当に本当に、音楽を通じてたくさんたくさん感動するし、嬉しいし、悔しいし、悲しいし、だからこそ本当にやってる価値があるなと思って続けています。もっともっとたくさん喜びたい、だから、一緒に音楽を楽しんでいきましょう。きっときっとね、今よりもっともっとずっとずっと、笑えると思います。音楽はすげえ力をくれるから、ライブにぜひ遊びに来てください。一番大事なライブ、10月7日横浜オーサイトで、過去最大規模のワンマンライブが決まっております。ソールドアウトしなきゃ、なんとか次のステップに進むためにも超満員の会場で、その日最高の景色を一緒に見たいなと思っています。ぜひお友達を誘って遊びに来てください。よろしくお願いします。初めて僕のライブをね、来てくれる、同行者、同伴者の方は、無料でご招待をいたします。とてつもないチャレンジをしました。大赤字になるかもしれない、本当に、150、本当に超満員入ればきっときっと、サポートメンバーにもね、もちろんね、ギャラも払うからね、会場費と、その他もろもろいろんな、経費がありますので、今赤字スタートだからね、俺ライブを決めた時点では大赤字スタート。ここからどこまでちゃんとプラスに持っていけるか、本当に自分との勝負だと思って、毎日、胃がキリキリしながらですね、もう朝ね起きちゃうんだよね。もっとたくさん寝ないと体調管理できないんだけど、落ち着かなくて起きちゃうもっとやることやろう、たくさんやろう、そうだから毎日眠いんですけどでも元気ですよ。もっともっと前に進むために、今とてつもない大きなチャレンジをしています。人生最大の本当にチャレンジだよ。マイペースにのらりくらりやろうと思えばできるけど、やっぱそれではもっともっと大きなチャンス、成功はつかめないから、ここでまた大きな決心をしました。ぜひぜひ、ライブに遊びにいらしてください。プレミアムチケットもありますからね、特典をつけております。特典なんかもう一個ぐらい増やせねえかななんていうのもちょっと考えたりしてますので、また楽しみにしていてください。とにかく10月の7日最高の一日にしたいなと思います。ぜひ会場に遊びにいらしてください。よろしくお願いします。お友達誘ってきてね、100人誘ってきて小山純一でした。また明日お会いしましょう。